申し遅れました。私はユニカムの開発者です。皆さんにもっとユニカムのことを知ってほしいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速このユニカムに乗ってみてください。はい。どうですか、乗ってみた感想は？なんだか不思議な感覚です。普通に座っているだけなのにバランスをとってくれています。ハンドルやペダルがないのにどうやって操作するんですか？操作はとても簡単です。体重を前にかけてみてください。前に？次は体重を右にかけてみてください。右に？体重をかけた方に回りますね。このように体重を移すことで思い通りに操作することができます。これならハンドルやペダルがなくても誰でも直感的に操作できます。このユニカムに生かされている技術の一つが足元に代表されるホンダの二足歩行ロボットの研究で培った独自のバランス制御技術です。ほら、ユニカムが自動でバランスを保ってくれるので安心して乗ることができるでしょう。これが安定した乗り心地の秘密だったんですね。1989年の社内のアイデアコンテストに出展した2種類の一人乗りの乗り物をきっかけに開発が始まりました。サーカスの玉乗りみたいですね。このように様々な研究が続けられています。その研究の成果がこのユニカブに詰まっているんですね。この直感的な動きを可能にするのは独自開発の車輪レイアウトです。前輪にオンダオンにトラクションドライブシステム、後輪に旋回を目的としたオムニホイールを配置しました。なるほど。それで普段歩いたり走ったりするのと同じように前輪そして自由に移動することができるんですね。人が行き交う空間に自然に溶け込むユニカブが私たちのいつ